こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、大阪さんから急に連絡があってどうしたんだろうと思ったら、今までフィリー・ジョー・ジョーンズの手順をこうやって説明してたんだけど、なんかビデオを見てるとこうタムの移動でこういう手順なんじゃないか、そうすると今までここはどうしてるんだろうって謎だった多くのドラムソロがものすごくすっきり解明できるんだよっていう話になりまして、僕もそういうの大好きですから、やりましょうやりましょうってお話で2人でお話ししました。そちらの方のね、手順の細かい解説に関しては、まあ、譜面も大阪さんが作ってくれたので、大阪さんのチャンネルに、まあ、今ちょっとツアー中らしいんでちょっとタイムラグはあるかもしれないですけど、大阪さんのチャンネルに上がります。上がったらね、僕のチャンネルの詳細欄の方にも URL 貼り付けときますので、ぜひそちらも見てください。僕の方ではその話のスピンオフでですね、ジャズドラマの音量問題とかですね、ジャズメンが他の人とね違うことがやりたい問題とかですね、まあ、ミクロにこだわる理由とか、まあ、僕たちの YouTube チャンネルのコンセプトとか、まあ、結局まあこだわっちゃうよね僕たちっていうお話を、いろいろこう集めてみました。まあ、僕たちが抱える問題をですね、ああだこうだ2人で話してみたんですが、非常に面白い内容になってますので、よければぜひご覧ください。それではどうぞ。またフィリー振るよね。だから今まあここな部屋でやってるからこんな振らないけど、フィリーそれ野外なんだよ。野外だからもうこれもんで振ってて、まあ音でかかったよね。いや、そうですよ。ビル・エヴァンさんそれはすごく好きだったみたいですけどね。なんかまあそうだろうね、好きなんだろうね。この間読んだあのエヴァンスの自伝のやつで、あの一番最初にあのラファロとモチアンがあのトリオの結成したなんか、仕事があって、あれはなんかもともとマイルスから振られた仕事だったらしくて、でマイルスのバンド入ってたじゃないですか、ビル・エヴァンスが、うん、でその時にベニー・グッドマンバンドの前座でなんか、お店のその演奏してたらしいです。でベニー・グッドマンバンドはみんなシャンペンとか出された食事付き あのディナーなんですけど、ビル・エヴァンスバンドはなんかその PA も入れてもらえず電気もつけてもらえない時もありみたいな、でもなんか我慢してやっててみたいな、で飲み物頼んだらそれ金取られるみたいな状況だったらしくて、あのマイルスバンド回った後ですよ。でそこで最初はあのギャリソンだったらしいんで、ベースが、うん、でドラムがあのフィリーやったりとかしてて、でそしたらフィリーがすごいいいソロを取って、お客さんがその前座を見てても結構拍手が来たら、こうなんかお店のその支配人があのドラムの音量を下げさせろって言いに来たらしくて、でいや僕はそんなこと言えないって言って、でフィリーが怒ってやめて、でそのうちにいろいろやってるうちにモチアンとあのスコットラファルで落ち着いて、ね、でこの3人のトリオは息が合うからっていうことでツアー回ったりとか、あの他のツアーお互い忙しいけど時間を縫ってお互い演奏してやっていこうねって言って決めて、その後すぐにあのポートレートインジャズ撮ってるんですよ。だからスタイル的にでもフィリーとはすごくまあ相性も僕いいと思うんですけど、インタープレイとかのあの、うん、アルバムとかの相性もめちゃくちゃいいと思うんですけど、でもエヴァンスの性格上やっぱりあの3人のやっぱりすごくいいじゃないですか、やっぱり、はいはい、あの描き方というか、うん、フィリーはすごい会社でしっかりリズム出すタイプだから、だからああいう感じってすごく良かったんだけど、だからフィリーはもうとにかくエヴァンスはバンドが安定してない時は常にフィリーに頼んでてやってるから、ああいう演奏すごく好きだったんだなと思いますよ、ね、まあそういうことですよね。音でかかった、で音でかかったっていうのはね、うん、結構あの記録に残ってるんだよね。あのマイルスのバンドに入ったばかりの時にあの批評家がやっぱり書いてて、うん、なんかマイルスのとこに入った新しいドラムは、うん、随分音がでかい。まあ仕方がないです、ね、まあ元々ビッグバンド上がりなんだよ、しかもフィリーって確かだからまあでかいっていうのもあるかもね。まあドラムが音がでかいっていうのはそのあれですよね、あのジャスティン・ホフナーがあのブラウンフォードのバンド入ってた時に最初見た時音でけえなと思ったけど、はちゃめちゃでかいからね、でかかったけど、なんかそのツアーの最後ぐらい見たときはもうだいぶコンパクトにまとめられてて、でもあのリハの時になんかまゆちゃんか誰かが一回入った時に言ってたけど、やっぱりドラムに音量下げろっていうことは絶対言わないらしいですね、やっぱり。なんか
そういうのってなんかアメリカの土壌でそういうの良くないですか、そういうこうなんかドラムの音をマイルスが言う、あのトニーの音がうるさいで他の人が言った時にマイルスがあのお前ら電気楽器だから音上げたらいいっていう話をハービー・ハンコックに言ったっていう話がなんか思ってたら見たことあるけど、変に下げさせて勢いなくなるよりはあの要はとりあえずそれで合わせながらやってだんだん熟成してくるとちゃんと音のバランス良くなるって考えてるような気がするんですけど、まあでもケースバイケースじゃない、やっぱりよくこれもよく言う言葉だけど、プレイウィズザルームって言葉があって、部屋に合わせろよお前っていう。ああなるほど。だからマイルスとかさ、そのクラスの人は逆にそうなのかもしれないけど、そうね、コンサートホールが多いですね。割とうるさいよ。向こうの人実はドラムでかいとでかいってすぐ言うし。だからまあそこら辺は人によりけりかなとは思うけど、なるほど、うん、ただ歴史的に名前残ってる人たちは大体でかいね。そうですね。まあビリー・ヒギンスを除いて。ああビリー・ヒギンスは確かに優しい感じですもんね。ビリー・ヒギンスはやっぱり、うんうん、だからビリー・ヒギンスって、うん、逆にさ、だクラブギグが中心になってった80年代、うん、90年代ってさめちゃめちゃ売れっ子じゃん。そうですね、うん、だからトニー・ウィリアムスとかさ、うん、フィリーでさえもやっぱりよく言うところの、うん、スタジアムジャズっていうかアリーナジャズっていうか、そうですね、うん、でかい会場でやるっていうのがデフォルトだもんね、うんうん、僕はあのトニーの演奏あの東京ブルーノートであの学生の時見に行ったんですけど、めちゃくちゃ音でかくて丸グリューピアノの音全然聞こえなかったんですけど、その時あの両手シンバルが彼流行ってて、両手でガシャ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 ってシンバルでガードするから、もうベースなんて全然聞こえなかったですよ一個。まあ聞こえないよね、トニーは聞こえないよね、うん、まあまあね、突然音量下がったりはするんですけど、ね、その時は聞こえてくるんですけど、そうそう、フレーズ叩き始めると何も聞こえなくなる。でもフィリーとかもさ、本当今回もまあまあ前からそう思ってたけど、うん、動画見れば見るほどもうこの辺持ってるよね、うん、スティック、うん、もうこの辺もう超端っこも、左はそうでもないんだけど、うん、右はもうマックス長めに持ってるもんな、うん、だからこういうのがこれデフォルトだもんね、うん、この振り、本当に向こうのビバップのなんか匂いがする感じがしますね。そうそうそう、うん、いやーすごい。だから僕もなんかやっぱニューヨークにあのこう IAJE っていうのがあって、毎日いろんなバンド見たけど、なんでこんなにあなんかこうスイング感って違うんだろうなと思って、一日中丸4日見るわけじゃないですか、うん、で全員スティックめちゃくちゃ振り上げてるじゃんと思って。ああそうね、結構振ってるよね、うん、だから逆に最近は振らなくなってきたよね、うん、こういうやっぱりだからライブのその、うん、部屋が小さくなってきた、プレイウィズザルームで行くとこうなってくわな、うんうん、そうですね、うん、ここが難しいところです、ね、いやそう、90年代まではさ、うん、みんなものすごく振ってたと思うよ、うん、ジェフ・ワッツしかり、ジェフ・ワッツもすごかったですね、ホレモンだもんな、うん、ライドパターン叩くのになんでこんな振ってんのっていうくらい振ってたし僕生で見た時もあのジェフ・ワッツあのここかぶせて叩いててものすごい圧力でしたね。そう、そう、うん、ジャーマンだもんね、うん、一時期ね、やっぱり多くの人やっぱり親指上向けてフレンチで行くじゃないですか、うん、やっぱりレガートって、バディリッチもレガートこうなのに、なんかこれでこう腕で振ってる感じ、こうやってたもんね一時期、ホレモンだったもんね、うん、もうロックみたいな感じでね、そんな感じでしたね、もう、まあ、今はそうでもないけど、うんうん、やっぱりその当時そうだったよね、うん、音圧のある感じでしたね、音圧のある、うん、まあその分ダークになるしね、うんうん、本職もね、うんうん、まあ、ブラックミュージックっていう感じの、そうですね、匂いがするレガートでしたね、うん、全く本当、まあ、フィリーあとこう必ずこう、うん、必ずチョークするしね、うんうんうん、この、うん、この感じね、押さえつける感じ、とにかく人と同じことはやるなみたいなことよ、うんうん、まあでもその精神はやっぱアメリカあるもんね、めちゃめちゃ、ね、うん、人と同じことをやりたくないっていうか、そう
なんかこう、なんかレディトリスターの一派なんかもそうだけど、一回弾いたフレーズはできるだけ使うなみたいな、あるじゃないですか。でこう僕もいつもそのジャズの歴史で一般 の, こう、はいはい、その文化センターの中で説明するときは、そのジャズの人っていうのはもうとにかく今まで聞いたことのない音を発見したい、そしてそこに手が届くことをやりたいっていうことをずっとやって、そこでこう自分が今まで聞いたこともない美しいメロディーが浮かんだことを褒めていただきたいんですけど、世の中の人のコンサートに行く理由っていうのはみんなで知ってるメロディーを大合唱したい家で予習できることをやる聞きたいからね。そうなんですよ、家で予習して、あ、これを今日やるんだな。だからポップスはそこがいいんですよ。そうなんですよ、ポップスはね、レコーディングそのまま再現してくれるからね。ホイットニー・ヒューストンのコンサートに行った時に、僕が一緒に行った時に、その時ホイットニーがちょっとフェイクして歌ったんですけど、で横にいた一緒に行った子がそのCD と違うってずっと怒ってて、あ、そうそうそう、そうらしいよ。そう、ポップスのコンサートって、本当そうらしいよ。うん、だからそういうことを 言うから絶対同じにやんなきゃダメだっていう。そうなんですよ。で松本人志さんの番組で言ってましたもん。ちょっとなんかイラッとする瞬間っていうののなんか代名詞で、その CG と違うフレーズのギターソロが出たとか、 CG と違 う, こうメロディーのが出てきた。あ、やっぱりその頭の中で鳴ってるものが鳴らなくて、ぶつかっちゃうから、コンフリクションが起こって、なんかあれってイラッとするの。そしたらジャズってイライラな音楽じゃん。そうなんですよ、やべえ。だからお客さんが減っていったんだよって説明をいつもしてるんですけど。正しいね、うん、あ、今めっちゃ腑に落ちた。だからそういうところなんですよ。なんかこう今まで知ったことの聞いたことのあるフレーズを聞きたいみたいなところがやっぱあるんじゃないかなみたいな。まあだからね、まあ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 、これ乱暴な言い方するとさ、俺この間も誰かと喋っててこういう説明したんだけど、ジャズってさ、寿司屋みたいなもんだから、ね、行っていきなりトロくださいとかって言わないわけで、もう今日は何、どんなの入ってんのとかいう感じの会話から、お客さん今日はどんなの行きますかとかさ、で今何が旬とかっていう会話からじゃん。めんどくさい。そうそうこれね、あのファビレス行ったってお寿司セットは食えるわけで、そうですね、なんなら必ずトロが入ってたりとか。そうですね、安いね、回るお寿司屋さんとか行ったらちょっとあれだけど、そういうお寿司屋さんなんか必ずね、自分が好きなものそこから取りゃいいんだもん。そうですよね、確かに。だから変な頼み方すると大将が怒るみたいな、怒るみたいなね。ジャズはさ、音楽でそういうところがあるじゃない。いきなり行ってみて、何やんだろうこの人たち、いきなりオリジナルかよみたいな。でもそれが本当は、どんなポップスだってオリジナルじゃん。そうなんですよ、だけど予習できるからね。そうなんですよね、完全に。そうなんですよ。だからポップスのコンサート、この間なんか知り合いに一緒に行きましょうって言って連れて行かれたんですけど、もうあの衝撃的だったのが、あのですね、あのみんな予習するためにあのツイッターでですね、あの曲順が送られてくるんですよ。マジ？それを家でシミュレーションしてから行くって感じ？そうですマジか、だから、まあ、もう曲順は知ってるし、次あの曲だよとか言って、サビこれだからねと、振りっていうか、みんなでこうやってここで肩でこうやってやるんだよとか言って教えてくれるんですよ。もう一つすごく衝撃だったのが、そのまあ、あの若い女の子と男の子たちと行ったんですけど、でその演奏を聞いた時にね、あの、まあ、ボーカルもんだったんで、そのボーカルの人がちょっと休憩されてる間にこう結構インストをやったんですよ、ギターとドラムとベースで、で、まあ、フュージョンみたいだったんですけど、まあまあかっこよくて、でベースラインがすごいかっこよかったんで、あのベース、ああいうところでああいうベースライン弾くんだねって話したら、ベースとかドラムとか聴いてるんですかって言われて、手順こだわってる場合じゃねえよ。で逆に僕聞いたんですよ。チコちゃんに怒られるな。逆に何聞いてんのって聞いたら、3人ともが歌と世界観、歌詞と世界観。ほらね、もうドラムのスティッキングがどうとか、ナインストロークがどうとか、そんなのうかうか聞いてんじゃねえよって。そんな、どれもタタ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 にしか聞こえない。
てかそんなの聞いてるやつなんかいねえよって感じでチコちゃんに叱られるな。いや本当に、いやでもまあちょっと衝撃的世界観ね、世界観、まあ、まあフィリー・ジョー・ジョーンズの世界観。いやでも本当にそうですよ、僕もやっぱそこにしびれてジャズ始めてるとか。そうなんだけどね、うん、エルヴィンの世界観とかね、ね本当にあるんです、まあね本当にね、そこに近づくために日々手順とかだこうだ音色とか、そうそう、別にさ聞こえた、うん、自分のやりたいようにやればいいはずなのにさ、うんうん、その手順とかさそういうものにこだわって、うん、ニュアンスとかこだわっちゃってさ、うんうん、その世界観を見せたいというよりも自分が体現したい、体感したいんだよね。そう、まあ、僕らからするとやっぱり大ヒーローなわけじゃないですか、うん、体感したいんだよね、なんかその同じ快感を、うん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 、だからいやそれはもう本当にわかります。だから僕もそういうとこ好きで、コピーしまくってエルヴィンとか例えばアートブレイキーなんかも、あこんなところから入るんだみたいなのがあるじゃないですか、うん、そこから入った時のこうパンって叩いた時のこのアートブレイキの世界観に触れた時のこのねこう感動ってやっぱ人に伝えたいんですけど、伝える相手がいないみたいな。だから僕生徒短たくさんいるんで、理論的にああだこうだ教えといて、これここから入るからすごいんだよって言いたいみたいな。僕の YouTube チャンネル、まあまあそういうチャンネルじゃないですか、僕も大阪さんも、うん、まあ俺なんかマニアックもいいとこだもんな。まあでもそうか、世界観をもうちょっと研究しなきゃダメだな。まあ、ブライアン・ブレードが人気あるの分かるね。ああそうですね、そういう世界観ありますからね、世界観があるからね、うん、彼はねやっぱり、うん、なんかこれなんか逆にこの間うちの生徒と昔喋ってたんですけど、なんかアリ・ホーニヒって、まあ、アリ・ホーニヒ、うん、あ彼なんかはそのテクニック的にも世界観的にもすごくあれなのに、なんで彼はあんなに有名にならないんだろうっていう話をしてて、まあ世界観はあるけどね、うん、すごくこういう感じ。ああそうですそうですそうです、こういう感じのなんか、うん、すごいとは思うけど、うん、まあ世界観もね共有できないとっていうのはあるからな。うん、まあそれを言っちゃったらフィリーの9ストロークはこうだったのかなああだったのかなって、そういうのを共有できる相手はドラマーしかいませんよね。うん、しかもジャズドラマーで、しかもこの時代の50年代とかのが好きな人じゃないと。そうですよね、本当に好きじゃないと。それのためにこうスネアドラムヴィンテージ用意して、その雰囲気に浸りたいとかってやってるもん。ヴィンテージのシンバルでヴィンテージで、しかもみたいな。フィリーは15インチだったらしい。もうね、マニアックすぎるな。そうなんです、やばいね。いやでもまあそこは僕もいやさっき聞いて手順変わっただけで、あめちゃくちゃあのレコードのあの感じじゃんみたいな、羨ましいと思いましたから。世界観だよ、世界観ですよ。だからよし、今回は見えた、フィリー・ジョーの世界観っていうサムネイルでしょ。そう僕の YouTube チャンネルのコンセプトは、まあね、ジャズという自分が見せられた、ジャズに見せられたこれを誰かに伝えたい。でジャズを聴いてもらうためにはジャズの人が目線を落とす、例えば情熱大陸をジャズライブハウスで演奏してみたりとか、うん、そういうこうなんかみんなが知ってる曲をこうジブリの曲をジャズでアレンジしてやってあげたりとか、まあ、それもいいんですけど、僕はそこは嫌いじゃないですけど、僕らがしびれたこうなんでフォーとかにしびれるのかとか、そういったことを伝えるチャンネルにしたいっていうところから始めてるんですね。だからまあ、うん、それの方がまあ正しいと思うんだけどね。だからよくほら子供向けジャズってあるじゃない、ね、でなんかの曲をねドラえもんでも何でもいいけどジャズにしてアレンジしてやる。でも子供たち多分ねほとんどの子供たちがそれさっきの話で CD と違うになっちゃうから、そうなんですよ、うん、結局ドラえもんじゃないじゃんって言って終わりじゃん。そうなんですよ、だから結局 CD と同じにしてほしいわけだから、うん、それよりだったらやっぱりリアルなものを、うん、最高に自分がいいと思うのをいかにこうそこでやれるかってことでしかないと思うんだよ、うん、子供向けジャズって、うん、本当は僕のチャンネルなんかもだからそういう一応その裾野を広げるためにも、ジャズを好きじゃない人、ジャズってあんま知らない人が見るようなコンテンツも作りつつも、やっぱりこだわったなんかもうめちゃくちゃマニアックなことも分かってくれる人がやっぱりチャンネルの登録者の中に数名はやっぱいるので、だからそういうところで狙ってて、
でいかに僕らが感動したかっていうのをなんかこうワクワクしながら喋ってれば分かってくれる人もちょっと増えるんだよね。それは絶対そうだよ、うんうん、なんでこの9個の音にこんだけ手順でこだわるのなんで同じ太鼓を叩いてて全部スネアの音なのになぜこのなぜかね、だいたい全部スネアでやっちゃうもんな、うんうんうん、で、ヴィンテージのシンバル買って、でとにかくこう、いわゆるその時の好きだったあのドラマーのチューニングバーって変えて、でこうパーって叩いた時にどうですこのフルアタムの音、ポーンって言ったら、うん、ボーンって聞こえる。シンバルどうです？チーンって聞こえるって言われましたからね。まあそうだよ。まあまあまあ一緒に演奏してる人でさえも分かんないことだからね、うん、だからあんまり細かいところにこだわっても良くないんだけど、うん、反面こだわりのないものはつまんないよ。そうですね、うん、何かに こだわってる人が面白いじゃん、ね、と思いたい、はい、伝わるな。伝わる。だから僕も最近ちょいちょいこうベース弾いてますけど、やっぱりベース弾いてんの？どっちで C 弾くかによってやっぱり音の太さ違うじゃないですか。ああ、でもああいうのってでもお客さんからするとどっちも C なんだろうなと思いながら。いや例えばさ、うん、例えば今の話で思い出したの、うん、昔さ俺もベース弾くじゃんよ、うん、エレベで昔ジャコ好きだったから、うん、ジャコパストレスとかコピーしてこうやって弾いてて、うん、そしたらさプロの人に、いやプロのベースプレイヤーは例えばこのハイポジションでロー、うん、例えば4弦とか弾かないっていうわけ、うん、音がなんつの、うん、わーっとなるから、うんうん、ハイポジションで弾かない、だからジャコだってこっからこうやって弾いてるって言うんだよ、うん、って言うんだよ、うん、でももう今やもう YouTube 時代でいくらでも見れるじゃん、うん、全然こっから弾いてるもんこの辺から行ってるじゃんみたいな、なんだろう、で本気に思ってこんな開かないとやっぱジャコの手の大きさがなきゃああいうの弾けないんだなとか思ったら全然こっから行ってるもんなんだ、そうですね、なんだっていうのもあるし、うん、だから今回のもそうだけど、うん、深読みしすぎちゃって世界中の多くの人がね、まことしやかにフィリーの9ストロークはこの手順だとかって言ってやってたけど、うん、意外とまあまあこれだってねもしかしたら違うかもしれないからね、うん、でもまあここのタムの移動からするとこの時代はこうやって叩いてる、ね、まあこの時代は間違いなくこうだね、うん、しやっぱりそうやって叩いてる動画はあるから、うんまあそうなんだなと、うん、昔はだってこんな動画をチェックなんてできないもんね、うん、そうですね、うん、昔の人だってそんなことができるようになったのって2000年代でしょ。本当ですね。なんかじゃあまた、はい、またまた、また遊びに行きますので、あ、ぜひぜひ来てください。ここでドラム合戦だ、ドラム合戦ぜひやりましょう。セット2個あるから、はい、ということで、はい、じゃあね、じゃあおやすみなさい、はい、おやすみなさい、ありがとうございます。